あれ、もう済んだのか。おじいちゃんお帰りなさい。うん、おじいちゃんお土産ちょうだい。タラちゃんです。僕ね、果物大好きなんだ。おいしい梨とかリンゴなんかが食べられるから今僕とっても嬉しい。それにね、果物ってとっても体にいいんだってね。さて次回はどっちもどっち、お使いトリオ、隣の人録の3本です。タラちゃんです。カツオ兄ちゃんがもうすぐ夏休みだって毎日そればっかり言ってます。でも夏休みになっても僕とあんまり遊んでくれないし、関係ないですね。さて次回はじゃんけんぽん、熱い、モデルにどうぞ、仲良くお茶をの4本です。タラちゃんです。なんだか公園のセミさんが急に静かになりました。代わりにカツオ兄ちゃんが宿題宿題ってうるさくなったです。さて次回はカツオマの31日、隣の赤ちゃん、男波平の3本です。タラちゃんです。神社のお池の金魚さんたちがとっても寒そうです。お隣の梅さんが咲いたら暖かくなりますよ。さて次回はうちの受験生、もしも2階があったなら父さんは30代の3本です。タラちゃんです。カツオ兄ちゃんとワカメお姉ちゃんが毎日遊んでくれます。ずっと春休みがいいです。さて次回は元気なランドセル、名探偵堀川くん、お手伝いがしたいの3本です。タラちゃんです。お散歩してたらママが氷で滑りそうになったです。よそ見して歩いちゃダメですよ。さて次回は僕は卓木、マスオさんのご招待、波平接待ゴルフの3本です。渋いです。すごいです。赤いです。綺麗です。お雛様流しちゃうですか。大丈夫よ。よかったです。わーいです。カツオ兄ちゃんです。どうもです。僕も行くです。がっかりです。花沢さん家に行ったです。パパはいつも遊んでくれるですよ。僕も欲しいです。赤い車です。花沢さんもいたです。わーい、ピカちゃんです。何してるですか。何ですか。半分くれるですか。ありがとうです。幸せになれるです。どうぞです。タラちゃんです。僕一人でズボン履けたです。本当ですよ。タマがちゃんと見てたです。さて次回は秘密の写真、うちのトラブルメーカー、お彼岸の花の3本